か。確かに気づかれなさそうだ。よし、座標データを送っておいたからマップで確認してみて。何か手がかりがつかめればいいんだけど。じゃあ早速行ってみよう。思い出した。最近アジトに猫が入り込んでるって怒られたんだ。一体どこから入り込みやがったんだ。どこかにアジトに通じる道でもあるんじゃないか。そういえば猫なら連絡橋のそばでよく見かけるな。あの辺りに古い排気口があったような。そこから入り込んでいるのかもしれないな。おい、ここはお前みたいなやつが入っていい場所じゃない。とっとと、どっかに。ことを大きくしたくない。おい、とっとと。ことを。標的にはこの辺りがハーミットのアジトみたいなんだけど、見つからずに侵入できそうなところを探してみよう。気をつけて、下に人がいるみたいだ。大きな音を立てちゃダメだよ。
こんな泥棒みたいな真似させることになるなんて。通信状況も微妙だし狭いし、なんだか随分騒がしいね。見て、そんな、どうしてキメラと戦ってる。まさか見えてるってこと。誰か来た。どうだい、あのサンプルの調子は。はい、個人差はありますが、一度飲んだだけで十分戦闘できるレベルに達します。いいね。ってことはあとは奴だけか。何か掴めたかい。申し訳ありません、諜報部の連中を総動員しているのですが。ああ、ここまで見つからないとなるとキメラ絡みってことか。ついてないぜ。今月の運勢絶好調のはずじゃなかったのかよ。すごい。もうこの程度のキメラではテストにならんな。それにしてもまさに奇跡だ。ついに反撃する時が来たんだからな。セントラルの奴らに一泡吹かせてやる。人類の救済、やりがいのある仕事じゃないか。なあ、あんたたちもそう思うだろう。そんなとこにいないで降りてきなよ。大したもてなしはできないけど歓迎するぜ。どうしよう、僕たちがいることバレてるよ。ここは一旦引いて立て直しを。やあ、はじめまして。俺はカイル。ここ五番街で慈善事業をやってるもんだ。おっと、自己紹介は不要だ。まさか天下の警察官殿があんなネズミしか通らないようなところを通ってくるなんてね。どうして彼女のことを。この町は俺たちハーミットのホームだって分かってる。どんな些細なことも秘密にはできないんだよ。それに電脳貴族と呼ばれる俺たちにかかりゃ、セントラルの奴らの情報だってピンからキリまで何でも手に入れることができる。黄色いあんたのことはどういうわけか全く分からなかったけど、そんなもんぶら下げてるやつのことを調べるのは朝飯前さ。じゃあここに来た理由も分かってるよね。なら、まあまあまあ落ち着いて。ここでは情報もただってわけにはいかない。事前授業といっても可愛い部下たちを養わないといけないしね。悪いけど持ち合わせはないよ。あんたが持ってるかどうか知らないし、警察官の発給に興味はない。でも代わりにいいもん持ってるだろう。その不思議な力、俺に見せてくれよ。そうそう、拒否権はないよ。くそ、やっぱりこういうことになっちゃうのか。帰る。彼女が力を見せたら本当に情報をくれるんだよね。セントラルのやつは利口で助かる。約束する、情報ぐらいいくらでもくれてやるよ。おっと、俺としたことが一つだけ伝え忘れてた。
ここは見捨てられた世界。何をしようが咎める法も人もいない。高みの見物と思ってたんだがな。どうだ、あんたも感じているかい、闘争への欲求を。なんねえな、やっぱあんた最高。情報量以上に楽しませてもらった。約束破って嫌われてもなんだし。よし、あんたらが知りたいこと何でも教えてやろうじゃないか。それじゃあ早速って言いたいところだが、こんなところで立ち話もなんだ。ついてきてくれ。とりあえず行ってみようか。
さあさあこっちだよ。ちゃんと俺の後ろをついてきてくれよ。勝手に先に行っちゃダメだぜ。気を抜かないで。罠が仕掛けられていても不思議じゃないよ。聞こえてるよ。そういうこと言うのやめてほしいな。昔ここにいた誰かさんを思い出しちゃうからさ。我らがアジトへようこそ。いいところだろ。遠慮せずくつろいでってくれ。さて、俺に聞きたいことがあるんだったよな。薬っていきなりそれを聞くか？でも約束だしな。その名もブルーエボルド。飲めば異世界のやつらをもしのぐ身体能力が手に入る。政府はその存在を隠しているが、俺たちにはしっかり見えているぜ。効果のほどはあんたらが覗き見た通りだ。残念ながら開発したのは俺たちじゃない。あれはとある人物から提供されているんだ。ヤサ男か。介在それにしても結構しっかり調べてるじゃないか。やつの名前はダグラス。実はそれ以外のことは互いの安全のため聞いてないんだ。だから詳しいことはやつに聞いてくれと言いたいところだが、どこをどう探しても見つからなくて超困ってるってわけ。あの薬を使って多くの人を救うときは今しかないんだ。そうだ、警察って人探しが得意だよな。頼む、奴を探すのを手伝ってくれ。あんたも同じ人類を救う正義の味方なんだろ。なら協力してくれ。そこの机の上のケースを使ってくれ。奴が持っていたもんだ。目撃情報も監視カメラの映像もなし。提供できるのはそのケース一つだけだ。俺もここでできる限りのことはやってみるよ。あんたも何か分かったらすぐに教えてくれ。目撃情報も監視カメラ、俺もここでできケースを持っていかないと。ダグラスにつながる大切な手がかりなんだから。変なことになったけど、薬について詳しいことを知るにはダグラスを見つけて直接聞くしかなさそうだ。じゃあまずは外に出て、これを使って捜索を開始しよう。それにしてもカイル、
悪いやつじゃないんだけど、なんか変わっちゃったな。え、なんでもない、なんでも。さあ、疲れているとは思うけど、もう一踏ん張り頑張ろう。Thank you.
my best friend.